フェンダー・ジャズ・マスター。ジャズ・マスターは1958年に発表されたフェンダー社のエレクトリックギターである。1950年代当時、キブソン・レス・ポールはジャズギタリストに愛用されていたが、テレキャスターやストラトキャスターをジャズで使用するギタリストはいなかった。そこで、レオ・フェンダーはジャズに対応できるギターの開発に着手する。ジャズ・マスターという名称はこれに由来している。 座っても立っても安定する、オフセットウエストと呼ばれる、左右非対称のボディシェイプ、トレモロアーム使用時の調律安定のために前後に稼働して、弦高調整も可能なブリッジなど、多くのアイデアが取り入れられた。ジャズに対応できるギターとして開発されただけあり、ジョーパスなどのジャズギタリストに愛用されていた。フロントピックアップからは、ギブソン製のギターにも似たジャッジーなサードを発する。 実際の音は、ジョーパスのパシフィックジャズレーベル時代の演奏で聴くことができる。リアピックアップからは、かなりワイルドなサウンドも出せるため、ベンチャーズなどのサーフ系バンドのギタリストや、1970年代以降は、ガレージロック、特に1990年代以降は、オルタナティブロック系のギタリストに愛用されており、近年では、シューゲーザー系のギタリストにも多用されている。 ジャズマスターに搭載されているピックアップは、ストラトキャスターなどに搭載されている、通常のシングルコイルピックアップより、サイズが大きく、見とめは、ギブソンの P-90 に近い。音色は、通常のシングルコイルピックアップより太い。トレモロユニットも、ストラトキャスターのシンクロナイズドトレモロとは異なる、フローティングレモロを搭載。この機構は、 あとにジャズマスターの上位機種として登場するジャガーにも搭載された。ボディ内部には真鍮のバスタブ型プレートが設置されており、ボディ全体をシールドし、ノイズを遮断する工夫が施されている。ピックガードはゴールドアノの大図度が採用され、伝送部品全体をシールドしている。あとに樹脂製ピックガードにアルミテープを貼ったものに変更された。 製作作業工程の簡略化は、ストラトキャスターから、さらに進化し、ピックアップはクッションを下にして4点ネジ止めされている。その他はジャックも、すべてまとめ、ピックガードに直接取り付けられている。ストラトキャスターはジャックだけは別工程。そのため、アース線を除けば丸ごとボン付けが可能になった。ピックアップセレクターは,は、ネックピックアップ、ミックス、並列、 ブリッジピックアップを選択できる。ミックスサウンドを出すことができるのは、テレキャスターのブレンダー調整を、ジョバ、ジャズマスターが初である。先行発売のディオソニックもミックスは可能だが、直列接続である。プリセットトーン、ボリューム回路が組み込まれ、これをオンにすると、通常のセレクターが機能しなくなり、フロントピックアップのみが作動する。ボディ上部にある2つのノブ、 ボリュームとトーンで音色と音量を調節でき、演奏中に任意のタイミングで設定した音色を呼び出せるようになっている。ビブラートユニットには新開発したシンクロナイズドフローティングトレモロという機構が組み込まれた。ストラトキャスターではブリッジンが直接動き、その原理で弦のテンションを変えていたが、フローティングトレモロではテールピースが動くというビグスビート。 同じ仕組みが採用された。ブリッジは2本のすり鉢状のアンカーに、先の尖ったイモネジを支柱に乗せてあるだけである。弦を張っていない状態では、グラグラと動く。これが、ブリッジが固定されていない、フローティングという由来である。アーミングすると、テールピースと一緒に固定されていないブリッジも、若干動き、チューニングの狂いを軽減させ、またストラトキャスターよりも滑らかなビブラートをかけることが、 できるようになっている。サドルはネジを切断したようなら旋状のスパイラルサドルが採用されている。このため、現場を細かく調整できるほか、ビブラート時のチューニングの安定化を図っている。ビブラートユニットは、オンオフボタンが付いており、オフにすると内部でせり出した爪が、テールピースを固定するようになっている。しかし、この機構を使うには、内部スプリングの張力を調整して、 平行になるように設定しなくては使用できない。その調整のためには発売当時、主流だった太い弦が必要であるため、ライトゲージでは全く使用できない。1965年からは、板がスラブ針からラウンド針に変更された。その翌年にはネックにバインディングが施されるようになり、ポジションマークも丸から四角へ変更された。 ロゴもジャスマスターの文字が大きくなり、両側にあった煙のような模様が廃止された。その後、何度かマイナーチェンジし、1980年頃まで製造は続けられた。製造中止後も需要は途絶えず、1986年よりフェンダージャパンにて、1999年よりフェンダー USA でも再生産販売が行われている。 1950年代のヘッドデカールはシンクロナイズドの綴りが間違っている。青木ロビン、ダウニー川島国広、ザ・セッセルジーズ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。